助産院のうばぶ助産師のうさこです。はい、今日は子供たちが大好きなコロッケ、大家族の大量コロッケを作ります。見てこのじゃがいも、でっかいですけどはい、じゃがいもを使ってコロッケ作っていきたいと思います。このじゃがいもはね、私が住んでる沖縄県偏差島っていう横の宮城島っていう島ので畑やってる人がくださったんですけど、もう沖縄ってもうなんかいろいろできたパパイヤとかね、マンゴーとかもうもずくとかなんかできたやつを近所にこうあげるよ、食べてって言って配ってくれるんですよね。ほんでそれを料理して、料理できたやつをまたお裾分けしたりとかっていう、なんか昔ながらの日本の文化っていうか、都会にはもう絶対ないようなあげたりプレゼントしたり、またそれを返したりっていう、面倒くさいっちゃ面倒くさいですけど、すごいいい文化だなと思います。で、売ってるじゃがいもじゃないからこんなでっかい、でっかいでも大家族にはこのね、もういただき物の野菜っていうのが本当に重宝するんですよ。もうありがたい、本当にありがたいです。はい、お芋皮むけたのでこれを切って湯がいていきます。にんにく、玉ねぎ、人参、これ全部みじん切りにしていきます。人参は通常は皮を剥くのが正しいんやと思うんですけど、これも時短です。めんどくさいので皮は剥きません。皮に栄養がある、そのままみじん切りいきたいと思います。湯がけたかな、いい感じですね。ただですね、我が家今マッシャーがないんですよ。あのじゃがいも潰すやつなくてこれでやらんとあかんので、マッシャーやったら一発なんですけど、ちょっと柔らかめに湯がきたいので、もうちょっと湯がきます。玉ねぎもね、これみじん切りってあの今みじん切りするなんかこう一発でみじん切りできるやつとかありますよね。まあ、ああいうの使ったら早いかなと思うんですけどね、大量にやらないといけないから。ただなんかもう私もうなんで料理が好きなんで、こう無になってひたすらこうみじん切りしてる、その時間もなんか自分の時間なんですよね、自分の中で。だから料理が時短できればいいっていうことじゃなくて、私は料理が好きだからそこに時間をかけることで自分の時間になって自分を保ってるっていう部分もあるので、まあ便利な口いろいろあるんですけどね、あえて使わず手作業でいきたいと思います。いい感じに湯がけました。 OK、 これがまためっちゃ重いんですよ。筋トレです。せーの、ふっ、よいしょーい。ボールに移そうと思ったんですけど、じゃがいもの量からしたらこのボールはやっぱりちっちゃい、ダメ。はい、一番大きいボールでいきたいと思います。せーの、ドーン。マッシャーがないので綿棒で潰していきます。あったかいといい感じに潰れる。レンジでね、チンしてもいいんですけどね、じゃがいもね、人数少なくて少量の場合はレンジでいいと思うんですけど、うち大量にあるんでレンジやとまんべんなくちゃんとこう柔らかくならないですよね、じゃがいもが量が多すぎて。かといって分けてやるのめんどくさいしでも一回一気に湯がいちゃった方が早いかなっていうので、私はいつもお湯で大量に一気にやるんですけど、まあ普通の4人家族とか人数少なかったらレンジでチーンの方が早いかもしれないです。はい、では合いびきミンチと玉ねぎと人参とニンニク炒めていきます。これ絶対足りひんほんまはこの倍ぐらいいるんですけど、まあ、ちょっとお肉少なめで今日はいきたいと思います。油も本当は引くんやろうけど、もうひき肉が油が出るんで、もうこれでもう油なしでいきます。はい、ドーン。だいたい火が通ったところで玉ねぎ、にんじん、にんにく、はい、投入、ドドドドドーン。はい、炒めていきます。はい、では味付けをしていきます。まずお砂糖、ちょっとコロッケって甘いぐらいが美味しいんで、じゃあどんだけの砂糖なん？わからん。適量。はい。適当です。砂糖。で、
塩コショウも振って生クリーム入れるとめっちゃ美味しくなるんですよ実は。でもちょっと甘い方が、あと練乳とか入れても美味しいんですよ。でも今日ないんでヨーグルト、牧場の朝はい、これ入れます。隠し味ヨーグルト、これねねちゃんの朝ごはんねねちゃんすいません、いただきます。牛乳も準備したけどヨーグルト入れたんでちょっとこれで結びます。で、少し醤油入れる。はい、ちょっと味見してみますね。あつあつあつ、やっぱヨーグルトが効いてる。ちょっとね、甘い乳製品入ってることで、まあ、クリーミーになりますね。生クリーム、練乳でヨーグルト、あの加糖のやつを、無糖じゃなくてが美味しい。さあ、炒めたひき肉と玉ねぎと人参とニンニク、これをじゃがいもの中に投入。はい、ドドドドドーン。あ、やっぱりボール大きいのにしてよかったね。これでちょうどぐらいで、はい、混ぜます。では味見。試食っていうのはなんでこんな美味しいんでしょうね。スーパーの試食とかもなんか美味しくないです。味見って美味しいよね。うん、もうこれ揚げなくてもコロッケしなくてもこのままで十分美味しい。マック食べる、食べる、手出して、はい、おい、熱いよ。熱もうこのままで美味しいな。もう全然いける。ではコロッケにしていきます。はい、ではじゃがいもに真ん中にうずら卵、子供たち大好き。はい、宝物を入れます。宝物。はい。蓋して、どんぐらいの大きさがいいかな。大きく作ると、でもちっちゃめでたくさんの方が可愛らしくていいかな。こんぐらいにしましょうか。こんなもんかな。じゃあこれをどんどん並べていきますね。今も春休みでみんな家にいるので、今日これお昼ご飯のコロッケなんですけど、もうみんな楽しみにしてて、もう休みになるともうほんま何が嫌って毎日のお昼ご飯もうどうしようかなってなりますよね。今日これコロッケまで作ってますけど、今日日曜日だからっていうのもあって、ちょっと凝ったことやってますけども、普段はもうチャーハン、焼きそば、なんやろな、ラーメン、レトルトのカレー、そのあたりをぐる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 ローテーションな感じで、はい、もうあの3種類4種類を毎日ぐるぐる回すだけだよねそんなやってられませんからね。もしくはもう納豆ご飯で十分だみたいなね、そんな感じですね、お昼ご飯ね。そう考えると、まあ、給食ってありがたいですよね。宝物、給食、これさ、表面のところは冷めてたけどさ、奥の方さ、熱っ、めっちゃ熱っ、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 熱っ。で、これあれやね、主婦になるとさ、手の皮って分厚くなるよね。昔なんかお母さんが、こんな熱いのよう触るわっていうのを料理してる時に触ってて、すげえなと思ってたけど、私も大人になって熱いの触れるようになって、なんか手の皮が熱くなっていくんかな、大人になっていくと。これ中の方熱いわ。はい、まずコロッケの形できました。いっぱい大きい人たちと、これちっちゃいのはちっちゃい子供たちのね、幼児さんたちのやつですね。さあ、じゃあここから衣をつけていきたいと思います。卵ね、どんぐらいいるかわからない、とりあえず4個ぐらいでやってみましょうか。これ混ぜます。カチャ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 。うちもう卵ほんまよう使うんですよ。1日何個使ってるかな。1週間で 20×7 150個ぐらい使ってるかな。卵も1週間150個ですよ。鶏粉も買おうかなと思いますね。小麦粉、とりあえずこれぐらいかな。はい、じゃあ衣をつけていきます。一回ちょっと形整えて、小麦粉、卵、パン粉。あ、柔らかい柔らかい。よいし
あ、美味しそうですね。一口コロッケ。子供用。コロッケってさ、衣をつけると元の大きさよりだいぶ大きくなるよね。そういうことをこう想定しながら形を作らないといけないですね。だいぶ大きくなるな。ラストコロッケ。よし。最後のコロッケくんだよ。よし。さあ最後の1個にもかかわらず入らないな。これ無理やり入れる。この端っこに。ごめんね、ちょっと横向きだよはい、コロッケはできました。で、ちょっと卵と小麦粉とパン粉も残ってて、で、昨日の晩ご飯がハッシュドビーフだったんですよ。ちょっとしか残ってないんだけど、ハッシュドビーフの残りにこれにチーズを入れて、とろけるミックスチーズ、これを入れて、で、ここにですね、ご飯、ご飯もこんだけしかないんですけど、とりあえずこのご飯を、これどうしようかな、ご飯入れて混ぜます。これライスコロッケしちゃおうと思います。これ残ってるんで、はい、はい、じゃあライスコロッケも作ります。せっかくやからもうちょっとこれ少ないな。もうちょっといこうか。もうちょっといこう。こんぐらい。ハッシュドビーフ自体がちょっとしかなかったから、多分ご飯こんだけ足したら味薄くなっちゃうんで、ここにケチャップとソースちょっと混ぜましょう。ちょっと足しましょう。チーズももうちょっと足しますね。もうめんどくさいので手でいっちゃいます。じゃあこれをボウルに、どのぐらいかな、ちょっと締めでいこうか。どのぐらいかな。これね、ライスコロッケはミートソース作ったりとか、今日はまあハッシュドビーフの残りなんですけど、あとはホワイトソース、シチューとか、あ、カレーでもいいと思います。そういうのの残り物があったら、そこにご飯を入れて、でこうやって握って、おにぎりみたいに握ってもらって、コロッケみたいにこの衣つけてもらって、揚げてもらったら、どんなんでもライスコロッケ多分子供たちめっちゃ喜ぶんで、これアレンジメニューとして一つ取り入れてもらったらいいかなというふうに思います。はい、最後の一つです。あ、最後ちっちゃいわ。ちょっと、はい、喧嘩してます。喧嘩してますはい、お構いなしで。あ、最後の一個ちっちゃい。それではライスコロッケを衣をつけていきます。コロッケと同じ要領です。小麦粉をつけて、卵をくぐらせて、はい、ライスコロッケです。はい、ではライスコロッケいい感じに揚がっております。ライスコロッケ美味しそう。アレンジするとハッシュドビーフが別物になりますね。そして続きまして、大人のコロッケ。はい、大家族のコロッケとライスコロッケ揚げ終わりました。はあ、揚げ物は永遠揚げ続けないとなかなか終わらないよさあ、ではここからいよいよ盛り付けに入っていきたいと思います。はい、大家族の大量コロッケ完成、出来上がりです。はい、12人産んだ助産師久子の子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ご飯屋でー。ラジと、あやしラジ、おいしい。
けるのに。笑顔で子育て応援したくて作っちゃいました。バブバブストアは概要欄からどうぞ。頑張らんで適当でええ。